聞こえますか。
はい、皆さん、こんばんは。小出彩花と申します。今、高校1年生の16歳でして、和泉市の PR 大使をさせていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。衣装が浴衣なんですけど、ちょっと変わった下がブーツで、ちょっと変わった感じなんですけど、最後の浴衣でして、衣装もちょっと楽しみながら、はい、聞いていただけたらなと思います。はい、では、今日ギターを弾いていただきます人をご紹介したいと思います。はい、今日ギターを弾いていただきます清原博文さんです。よろしくお願いします。はい、今日はこの2人で演奏をしたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、1曲目に歌わせていただいた曲はオルフェンズの涙という曲を歌わせていただきました。はい、では、続いての曲に早速参りたいと思います。続いての曲はフレンドという曲を次に歌わせていただきます。この曲は、友達に向けて作った曲となっておりまして、ずっと9年間登校下校をずっと一緒にしていた中の友達に向けて作った曲となっております。では聴いてください。楽しい曲なので、よかったら手拍子の方もどうぞよろしくお願いします。では聴いてください、フレンド。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あの今日はあの結構いつもはいつもというか昨日とかあの結構暑かったんですけど、今日はちょっと涼しくてあのはい良かったです、はいはい、では、続いての曲に早速参りたいと思います、続いての曲は、続いての曲も、オリジナル曲でして、庭桜を次に歌わせていただきます。この曲は私が6年生の時に作った曲となっておりまして、歌うたいコンテストっていうあの 島村楽器さんのコンテストでグランプリをいただいた曲となっております。はい、はい、では、聴いてください。庭桜
ありがとうございます。はい、この曲は、前に、ニューヨークと、ワシントン、はい、ニューヨークとワシントンとカナダのトロントに前に国際イベントに参加しにしてきたんですけど、18日ぐらい あっちでおって、その時に歌った曲となっております。その時は、英語で歌ったんですけど、はい、着物に、振り袖に袴を着て、歌いました。YouTube に、ローマ字で庭桜で、小出か花で調べていただいたら出ると思いますので、よかったらそれも楽しんで見ていただけたらなと思います。はい、では、続いての曲に早速参りたいと思います。その前に、今歌わせていただいた、庭桜とフレンドなんですけど、CD になっておりまして、今日も販売していますので、よかったら見ていただけたらなと思います。では、続いての曲に早速参りたいと思います。続いての曲は月に思うという曲を次に歌わせていただきます。この曲は私のおじいちゃんに向けて作った曲となっておりまして、前におじいちゃんが病気で倒れてしまった時に、月の光に自分の思いを乗せて、おじいちゃんにその自分の思いが届いたらなという思いで書いた曲となっております。では聴いてください。月に思う。
がとうございます。はい、では、ここで告知というかさせていただこうと思います。はい、ここに、フライヤーとかがありまして、フライヤーがあります。フライヤーとか、他のイベント の、はい、チラシがあるので、よかったらこれを見て、ぜひまた違うところ、はい、見ていただけたらなと思います。よかったらフライヤーぜひぜひもらって帰っていただけたら嬉しいです。はい、11月の1日に、カハナイトというワンマンライブがいつも定期的にやっていまして、はい、ワンマンライブがあります。11月の1日の金曜日にありますので、よかったらカハナイトクルーズというので、船の上で演奏をします。ひまわりっていう豪華客船の、船で演奏します。そこで清原さんのカレーが、はい、出てきますので、よかったらそれも食べに来ていただけたらなと思います。はい、ぜひぜひ11月の1日に来ていただけたら嬉しいです。他にもすごくいっぱいあるので、よかったらフリーライブとか見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、では、続いての曲で最後となります。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、では、今日は少しの間でしたが、本当にありがとうございました。では最後の曲は、テイクファイブという曲を最後に歌わせていただいて帰ろうかなと思います。皆さんこの後も楽しんでいただけたら嬉しいです。では、最後の曲テイクファイブ聴いてください。今日は本当にありがとうございました。小出かはなでした。
ございました。小出かはなでした。